父さんの聞き間違いだったかな。もう一度言ってくれないか。僕は木炉を選びたい。あ、考え直せ。そうよ、考え直しなさい。うちは最初に炎タイプを選ぶ決まりがあるんだ。お前だって忘れたわけじゃないだろ。忘れてないでしょうね。わかってるよ。だけど僕はアニメで見たモクロウに惹かれたんだ。一緒に冒険がしたいんだよ。ああ、息子が炎タイプ以外を選ぶ邪教に走ってしまった。お祓いしなきゃ。お伏せお伏せ。だいたいアニメで言えば日の嵐だって金銀の頃は人気だったぞ。多分金銀のアニメなんて昔すぎて見てないよ。今すぐ見なさい、アマプラで。そうよ、宿題なんてやってる場合じゃないわ。イカれてらー。それが親の言葉か。そもそもなんでうちは最初に炎タイプを選ぶ決まりになってるのさ。そりゃ炎タイプが最強だからだ。炎しか勝たん。特に今回のレジェンズアルセウス翡翠御三家の最終進化系を見てみなさい。もしかしたら翡翠の姿が登場したり種族値に変更はあるかもしれないが、現状の合計種族値は爆風雲が最も高い。つまり炎タイプが最強ってことね。数値の差なんて誤差だよ。僕は幼稚園の頃と違ってもうタイプ相性を熟知している。だから知ってるんだ。炎タイプは水に弱い。僕はもう自分に嘘をつきたくないよ。お前なんてことを。ああ、やっぱり邪教にそそのかれて。水なんて軟弱なポケモンが炎様に勝てるわけないだろう。すぐに教祖様を呼んでお祓いしてもらわなきゃ。種族値を見ろ、水なんて雑魚だぞ。だから誤差だろ。お伏せお伏せ。いらないよ、父さん母さん。お願いだから正気になってくれ。正気になるのはお前の方だ。そうよ、お姉ちゃんからもなんか言ってあげて。姉さんいたのか。聞いていたと思うが、こいつは一瞬で焼却されてしまう草を選ぼうとしている。挙句の果てには水ごときが炎神に勝てるなんてほざいてるのよ。イカれてるわよね。どっちがだよ。頼む、姉さんは正常でやってくれ。確かにイカれてる。草なんてただの燃えるゴミだし、水は蒸発するから炎の方が強い。そうだよな。ほら、お姉ちゃんもこう言ってるわよ。冷静に考え直せ。お願い、今ならまだ間に合うから。この家、もうダメだ。おしまいだ。僕の人生も。ねえ、ん？この人たちに逆らっても無駄。聞く耳なんて持ってないんだから。え？適当に炎タイプを持ち上げて、火の嵐を選んでおきなさい。それでこの人たちは満足するんだから。姉さんは正気なの？当たり前。いい。もう一度言うけど、火の嵐を選ぶと答えるの。別に火の嵐が嫌いなわけじゃないでしょ？うん、わかったよ。父さん母さん、僕が間違ってた。教室の奴らと話したせいでどうかしてたらしい。炎タイプが最強だもん。火の嵐以外ありえないよ。おお、分かってくれたか。ああ、ありがとうございます。炎神様、感謝のお布施を。お布施はいいよ。じゃあ、明日も学校だからもう寝るね。金銀のアニメは見ておきなさい。明日ね。なんだったら学校なんて行かなくていいわよ。あなたを脅かす悪でしかないわ。いや、炎神様を布教するためにも学校は行くよ。じゃあ、今度こそお休み。私も寝る。姉さんは炎タイプが最強って盲信してないんだよね。もちろんタイプには相性がある。どのタイプが最強かなんて議論は意味がないし不毛。そう思うなら父さんと母さんを説得して。無理、あの人たちに何を言っても無駄。分かってるでしょ。まああの人たちの言うことを聞いていれば最低限の衣食住は保たれる。一人で生きていく能力のない私たちはあの人たちに従うしかない。僕はともかく、姉さんは大学生じゃん。家を出ることもできるんじゃ。私は二浪して入った大学を三流している。ゴミじゃん。一人で暮らすお金はないし、働きたくもない。クズじゃん。ともかく、あなたもあの人たちには変に逆らわない方がいい。隠れて木炉を選ぼうとか、水は炎に強いなんてのも言わないこと。どこから情報が漏れてあの人たちに伝わるかわからない。徹底して演じるの。まあ、それはわかったよ。でも最後に聞かせて。姉さんは、本当は御三家で何を選びたいの？どれも選びたくない。え？正確にはどれでもいい。御三家なんて所詮は合計種族値500ちょっとの雑魚。600族や純伝説には及ばない。タイプには相性があるけど数値は絶対。圧倒的なステータスはタイプを超越する。合計種族値580未満の雑魚なんてうぞうむぞうのゴミクズ。そんな奴らの討論をするのは無駄でしかない。圧倒的な数値でいつかいつか必ず。早く独り立ちしよう。
今日はポケモンレジェンズアルセウスの御三家についてお話しします。皆さんは最初に何を選びますか？ちなみに先生はみじまるです。もくろうです。どこから情報が漏れてあの人たちに伝わるかわからない。徹底して演じるの。火の嵐です。圧倒的最強な炎タイプ以外ありえません。